もう3分待ってくれたら素直に感謝できたんだがな。ハワイでの任務だからわざわざあなたをアサインしたんです。それだけで十分感謝してもらいたいものですね。そちらの用事は済みましたか？ああ結構。あとは任務に集中できますね。状況は？まだ下準備って段階だ。町の情報通何人かに接触して渡りはつけた。そいつらからの情報待ちだ。いい手際です。あなたに頼んだのは正解だったようだ。今のところは。あんたは相変わらず一言余計だ。例の人物の捜索くれぐれもよろしくお願いしますよ。では。どうも鈴木さん、また暑苦しい格好してるね。余計な話はいい。例の人物について何か情報は？あんたはタイミングがいいよ。取れたてのネタが入ったとかだ。ほんとついさっきだ。警察署で取り調べ中だった日本人が脱走したってよ。日本人が？確かなのか？さあね、日本語ペラペラの中国人かもしれない。いい加減な情報だな。しょうがねえさ。何しろそいつ丸裸で逮捕されたでしょ。なんだそれ。知るかよ。けど丸裸でパスポートなんて持ってるわけもない。だからそいつが何人で何者なのかさっぱりわからねえんだとさ。そいつの特徴他に何かないのか？あっと、追加のご注文で？ちっ今日はうまい飯が食えそうだ。その脱走犯の背中にはそれはそれはご立派なタトゥーが入ってたんだと。タトゥー？何でもよ、ドラゴンなのに尻尾が魚みてえになってるってへんてこなデザインだったってさ。あったビンゴみてえだな。ご祝儀も受け付けるぜ。調子に乗るな。そいつの行方は？うん、怖。アートウォールズあたりで目撃情報があったって話だよ。アートウォールズだな。わかった。またのお越しを。おい。You gonna try for mommy? かかってきやがる。
終わらせる。寝てるわ。俺の番か、ついてこれるか。終わらせる。相手にならねえな。フリーズ。ホールだ。ったく、浜の英雄が何やってんだ。荒川真澄が泣いてるぞ。久しぶりだな、春日。キリュウさんですか。なんてお礼を言っていいのか。キリュウさん、本当にありがとうございました。まったくだ。おかげで俺も逃亡幇助の犯罪者だ。本当に申し訳ありません。冗談だよ。それにしてもキリュウさん、なんでハワイに。大道寺一派の仕事でな、人探しをしてる。え、それってもしかして。あいにくだが、お前じゃない。あ、そうですか。でもなら、なんで俺を。その人探しの最中にお前によく似た日本人の情報が入ったな。まさかとは思ったが、駆けつけてみたらご覧の通りというわけだ。そういうことか。それでお前はなんでハワイに。それがどこから話しゃいいんだか。キリュウさん、アカネさんって覚えてますか。荒川のおやさんの恋人で、つまり俺の母親かもしれない人。はあ、そんな名前だったっけな。確か荒川との間にお前を産んですぐに殺されちまったと。まあ、おやっさんが俺の実の親とは決まっちゃいないんですが、そのアカネさんです。単刀直入に言うと、アカネさんが実は生きていて、今ハワイにいるらしいんです。なんだって。アカネさん、お体が優れないとのことで、元気なうちに息子を、まあ一旦俺ってことになりますけど、一目会いたいと。そうだったのか。それでこっち着いてすぐ茜さんの家に行ったんですよ。行ったんですけど、ただでさえ道中いろいろあったってのに、家に茜さんはいなくてですね、家政婦のジョーちゃんがいたんですよ。それで
どうも俺はそのジョーちゃんにはめられたらしいんです。はめられた？そうなんです。だから俺はサツにとっ捕まっちまったんですよ。すまんが、さっぱり話が飲み込めねえ。でしょうね。泣き面に蜂で、サツもとびっきりのクソ野郎で、俺の言うことに全然耳を貸しゃしねえ。だからそれで脱走か。はあ、お前は本当にトラブルメーカーってやつだな。すんません。ま、詳しい話はまた今度聞かせてくれ。それでお前はこれからどうするんだ？そうっすね、とにもかくにも、もう一遍茜さんの家に行かねえと。茜さんが戻ってるかもしれないし、あのジョーちゃんに話を聞かねえと。そうか、場所はわかるんだよな。え？ええ、いっぺん行ってますから、だいたい道順は。え？もしかして送ってもらえるんですか？一応お前は今脱走犯なんだぞ。一人で街をぶらついてたらまたとっ捕まる。本当に何から何まで。あ、肩揉みましょうか。事故るからやめてくれ。あの、アロハ。Thank you. キリュウさん。おい。チッ。いえ。おお、これこれ、敵が化け物に見えた方が気合が入るつもりよ。ん？何を言ってる？なあ、いえ、こっちの話です。さ、じ
ャッチャと勝たしちまいましょう。俺の番だ。狙うか。向かうところ敵なしだな。よし、上昇上昇。悪くない気分。キリュウさん、いつでもやれるぞ。よう。いらっしゃい。ほう、連れか。ああ、こちら店長だ。この店はカラオケバーなんだが、寂れていて居心地がいいからよく使ってるんだ。寂れてて悪かったな。俺、春日一番です。桐生さんにはいろいろよくしてもらってます。春日さんか。どうぞごゆっくり。さて、まずは軽く一杯いくか。はい、喜んで。春日。はい。少しは落ち着いたか。おかげさまで。ほんとすんません、飯までごちそうになっちまって。いや、ほんとハワイは飯も酒もうまいや。お気に召したようで何よりだ。へえ、いや、地獄に仏たこのことです。こっち来てからわけわかんねえことだらけだ。なんか桐生さんに会って心底ほっとしてます。慣れねえ土地でのトラブルは答えるからな。ほんとそうですよ。桐生さん、このご恩は必ずお返ししますんで。期待しないで待ってるよ。いえ、これは口だけじゃないっす。俺だって桐生さんの力になりたいんす。何でもいいんで手伝わせてください。わかった。じゃあ頼りにするよ。よろしく頼むぜ、春日。はい、任せてください桐生さん。じゃあこの奇妙な再会に乾杯だ。うっす、乾杯。ようやくお目覚めか。もう昼だぞ。桐生さん、あれ、ここはカラオケバーの2階だ。酔っ払って寝ちまったお前を運ぶの結構大変だったんだぞ。いや、すみません。
いつもならあれくらいの酒で寝たりしないんすけど。さすがに疲れてたんだろう。寝て少しは楽になったか？はい、おかげさまで。そうか、ならいよいよ行くとするか。あかねさんの家ですね。ああ、俺のホテルの前に車を用意している。そいつで行くぞ。わかりました。おお、起きたのか。いろいろご迷惑かけたみたいで、すみません。2階も使っちゃって。気にしないでくれ。2階は昔は接客で使ってたんだが、今は客も少ないし、ほぼ物置みたいなもんなんだ。もし寝床がなかったり、人目を忍んで話したかったら、好きに使ってくれて構わん。え、でも、いいんすか？ああ、数少ない常連のお連れさんだ。手厚くサービスしないとな。またいつでも来てくれ。はい、また来ます、店長。準備はできてるぞ。How's it, my man? Hey, where you headed? Hey, it's all good, but hey, just come. It's not a show, shithead. You're not getting out of this. 後悔するなよ。よし、やるぜ。俺の番か。こうねえのか。アホイホー。俺の番だ。受けてみな。行くぜ。終わらせる。相手にならねえな。いい調子だぜ。いつでもやれるぜ。ここです、桐生さん。春日、ここで間違いないのか？もう間違いないっす。バッチリ覚えてますから。鍵開いてましたよ、桐生さん。おい、誰かいねえのか？時のまんまだ。桐生さん、そっちはどうでした？いや、手がかりらしいものはなかった。春日、何ですか？ここがお前のおふくろさん、あかねさんの住まいなのか？ええ、まだ本人には会えてないですけど、
茜さんっていうのはこの写真の人か。年は取ってるけど、茜さんだ。桐生さん、何ですかこの写真。なんで桐生さんが茜さんの写真を。さっき話したよな、俺今大道寺一派からある人物の発見と身柄の確保を命じられていると。それがこの人なんだ。はあ、大道寺一派が茜さんを追ってるってことですか。理由は分からんが、そういうことみてえだな。はっ。病、なんであいつが。面倒な奴が来たな。知ってるんですか。ハワイの裏じゃちょっとした有名人だ。へえ、先客か。いい車乗ってるじゃねえか。なあ、もったいねえ。おい、富澤。今度はいいとこ見せてくれよ。はい。けど、おあいにくさま、こっちには桐生さんがいるんだ。桐生さん、俺いつでも行けますよ。部が悪いな。裏口から逃げるぞ。え？桐生さん？よし、行けたぞ。カスが乗れ。動くんじゃねえ。あ、お前。お前、富澤だったか。病にやられたとこ大丈夫なのか。うるせえ、とにかく動くんじゃねえ。ここで挽回しねえと後がねえんだ。銃口がぶれてる。この距離ならまず当たらないだろ。合図を出したら乗り込め。すんません、桐生さん、ちょっと勝手します。何を言ってる。おい、来んじゃねえって。マジで撃つぞ。お前、ろくな治療を受けてねえだろ。病院行こうぜ。連れてってやるからよ。はあ？そんなんで油断するとでも。お前、あの病ってのと杯交わしたのか。はあ、それがどうしたってんだよ。つっかえしてやれ、そんなもん。親が黒って言えば白いもんも黒くなるのがヤクザの世界だけどよ、その分親はこの命預かるにふさわしくなきゃダメだ。お前はあいつに命預けようと思えてんのか。
んなことできりゃ苦労しねえよ。けど今さら歯向かって何になる？ぶっ殺されるだけだ。俺らが力になる。え？今なんて？俺らが力になるって言ったんだ。病からお前を守ってみせる。約束するぜ。なんでそんなこと。俺はあんたははめて今殺そうとしてんだぞ。精一杯強がってても実はしょんべんちびるくらいビビり倒して誰でもいいから助けてくれって内心泣き叫んでるような経験俺にもあってさ、今のあんたの気持ちよくわかるんだよ。そんな俺を何の得にもならねえのに助けてくれた人がいて、今度は俺が助ける番だ、そう思ったんだよ。おお、富澤、お手柄じゃねえか。そいつらが先客って、またおめえか。よ、なんであんたがここに？そいつはこっちのセリフだな。ばあさんはいたか？答える義務はねえな。じゃあ、義務にしてやるよ。富澤。三つ数えたら撃て。そっちのお連れさんに聞くことにするからよ。ああ、お前。親父。いや、さすがにな。カウント開始だ。一。決めんのはお前だ。二。富澤。人生は一度きりだ。もしもはない。どっちを選ぼうが地獄でも、自分で選んだ地獄ならそう悪いもんじゃねえ。はい、さーん。富澤。クソクソ、やっちまったやっちまった。大丈夫だ、背中を押した責任はきっちり取るぜ。ですよね。ああ、自分の発言には責任を持つ、それが大人ってもんだ。オーケーオーケー。お前ら一人は殺して残りは両手両足へしょっとけ。富澤殺すなよ。後で俺が直接けじめつけるからな。殺すぞ。ほら、後悔するなよ。わし、もらった。放電準備。俺の番か。俺の番だ。ほら来い。ガツンと行くぜ。うん、うん、てら、うん、俺の番だな。なめんなよ。おや、ご乗車ありがとうございます。シートベルトをお締めください。左へ曲がります。あれ、
行くぜ。寝てるな。おめえ、なめてんじゃねえぞ。おら、よし行くぜ。ほら、ほら、綺麗になった。よし、やるぜ。なめてんじゃねえぞ。飽きちまったよ。俺の番か。腰抜け野郎が。使っとくか。俺の番だな。もらった。放電準備。しっけな。俺の番だ。受けてみな。仕切り直しだ。相手してやる。よし行くぜ。いや、止め。行くぜ。もう終わりまじ。ありがとよ。よし、やるぜ。行くぜ、みんな。おう、俺たちの絆見せてやるよ。しまいだ。ぶっ飛べ。ちょっと来い。調子がいいぜ。よし、手加減はなしだ。俺もやれるぜ。ビビってんのか。回復だ。ぶちかます。回復だ。ぶっ潰してやる。やんのかい。調子出てきたぞ。終わらせる。フラフラするぜ。きつかったな。おい、今だ、乗れ。はい。間違いねえ。本物だ。桐生だ。桐生一馬が生きてやがった。姿を消してしまった茜さん、そしてハワイの地下にはびこる闇組織。ハワイは地上の楽園って聞いてたが、どうやら
雲行きが怪しくなってきたみてえだ。